今回はうつ病です。休日になると動けません。今回お受けしましたご質問は、うつ病です。休日になると動けませんというご質問になります。答えとしましては、平日には無理をしている、休日の調子が本来というふうにお答えします。うつ病を振り返ってきますと、これは落ち込みなどが続く脳の不調になります。脳内物質セロトニンの不足などが背景されます。そのため休養、薬物療法、精神療法の3つが治療の三本柱とされます。続いて適応障害ですけれども、これはストレスに強く反応しての各種のうつ症状です。脳の不調はなくて、あくまでストレス反応というところ。なので、環境調整やストレスマネジメントが治療の柱とされます。この2つの違いがよく言われるのが、休日での状態の違いです。うつ病ですと脳の不調なので、仕事が終わって休日になっても不調が続くということはよく言われます。一方で適応障害だとストレス反応ですので、休日にストレスから離れると改善するということは言われます。という中で、一部のうつ病では平日は動ける一方で、むしろ休日になると動けなくなるという方がいらっしゃいます。ここでご質問として、なぜ一部のうつ病の人は休日だけ動けないんですかということですけれども、答えとしては、平日に無理をして休日に疲れが出る状態とお答えします。うつ病で一種の過剰適応した場合というところです。本来はうつ病があって動きづらさがあるはずなんですけれども、平日に仕事があるときは、ある種過剰適応を周りに合わせることを強くすることによって一見動けるようになると。その場合、休日になると無理した疲れも出て、そして本来の状態に戻って非常に動きづらくなるということが言われます。ここであるのが微笑みうつ病という状態になります。これはうつ病なんだけども、人前では一見元気に見えて気づかれにくいタイプのうつ病になります。主には周りに合わせすぎる過剰適応というところが背景です。平日を無理をした分、休日が強く不調になってしまうということがあります。これにおいて、特に無意識に過剰適応しているときには、症状が悪化してしまうリスクが高いので注意が必要です。ここで過剰適応というところがあります。これは、時に自分の状態を無視してまでも周りに過剰に合わせすぎる状態です。一種の社会適応の技法の一つというところもあって、意識的に制御して行えば一定の意味があります。ただし消耗しやすいというところに注意が必要。なので特に無意識でこれをやってしまっている場合は、無意識のうちに消耗してしまって不調になるリスクが高いというところがあります。ご質問としては、平日と休日どっちが本来の状態ですかというご質問です。基本的には休日の状態というふうにお答えします。休日の状態が本来の状態を見ていきますと、あくまで平日は無理をすることによって行動しているということなので、本来の状態ではないというところです。休日は疲れがあって、より症状が強く目立つとはいえ、基本的には本来の状態になります。そのため、休日の不調が続いていれば、ある種うつ病と準じた状態と考えるのが妥当です。この状態、放置するとどうなるかということですけれども、初めは休日のみが不調で、平日は問題なく動くことができるんですけども、これは続けていきますと、どんどん疲れが溜まって次第に無理が効かなくなります。その結果、平日も動きにくさやミスの多発などがだんだん発生してきます。そして最終的には平日も動けなくなります。この平日も動けなくなった時には休職が必要になりますけれども、この時に関してはもう無理しても動けないという、しばしば状態は進行しているところに注意が必要です。ここでご質問、土日動けない場合、どう対策すればいいですかということになります。無理していることを知り、休養をしっかり確保するというふうにお答えします。休日に動けない状態になった時の対策です。まずは、休日動けないということは自分が不調であるということを認識して、平日に過剰適応的に無理をしているというところを認識することが大事です。その中で、疲労やストレスが悪化要因になるため、平日は無理をせず、しっかり休養の時間を確保することが大事になります。そして、対策をとっても悪化する傾向が続くのであれば、うつ病に準じて早めに治療して対策することが大事です。そして過剰適応との付き合い方を見ていきます。過剰適応自体に関しては社会適応にもある種の有効性はありますし、特にある種の発達障害傾向がある場合に関しては時に必要な技術になります。ただし、これは消耗が非常に強いというのは弱点です。なので無意識にこれをやってしまう場合になると非常に危険が強いです。あくまで意識して必要な時だけ使うということが必要な条件になります。その土台として、自分の状態はどうか、疲れが溜まっているかなどをモニタリングをして、必要なら無理せず休養確保して不調を防ぐと、ここは非常に大事になります。今回ご質問、うつ病です。休日になると動けません。を見てきました。ではまとめていきます。
うつ病は脳の不調のため、休日になっても不調は続きますけれども、平日に無理をして活動すると、むしろ休日に不調が強く目立つようになります。その主な背景は、周りに合わせてやっていく、ある種の過剰適応というところがあります。一見、うつ病には見えにくいその状態を最近では、微笑みうつ病と呼ぶことがあります。休日の状態が本来の状態です。そのため、放置すると悪化の危険があるため、まずは疲労の認識と対策というところを徹底していきまして、それでも悪化が続いてしまう場合に関しては、うつ病に準じて早めの受診を検討することが大事かと思われます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録していただけると大変励みになります。